一昨宮崎市の主刑場で発生した鳥インフルエンザはけさニワトリの殺処分と埋却が完了しました宮崎市熊野のブロイラー主刑場ではおととい死んだニワトリが増加し PCR 検査の結果高病原性鳥インフルエンザの疑似感完区が確認されました県によりますと 昨日午前7時から始まった鶏およそ3万4 0 0 0羽の殺処分と売却は今日午前8時20分に完了したということです。引き続き経糞の売却や農場内の消毒などが行われていて、これらの防疫措置は今日中に完了する見込みです。